メディアを再生するポーターからのミサイル発射ビデオシャイラ特軍基地攻撃とは2017年4月7日にアメリカ海軍がシリアのホムス県にあり化学兵器を貯蔵しているとしたシャイラ特軍基地に対してトマホーク巡航ミサイルを59発発射した行為であり同月4日に行われたカーアンシェイ軍化学兵器攻撃に対する措置である シリア内戦開戦以来アメリカ合衆国がバシャール・アサド政権を直接攻撃したのはこれが初であった。ドナルド・トランプ大統領は6日の米東部時間午後7時、訪米した中国の習近平国家主席とのベス・オ・マー・アラゴでの夕食会中にミサイルの発射を命じ実行された。攻撃はミサイル駆逐艦ロスト・ポーターから行われた。アメリカ政府側は 死者は出ていないとしているが、シリア政府側は二人の民間人と七人の兵士が殺害されたと発表している。また、レックス・ティラーソン国務長官は9日の ABC テレビの番組で、シリアへのミサイル攻撃は核実験や弾道ミサイル発射実験を繰り返す北朝鮮への警告の意味が込められていたと強調し、他国への脅威となるなら対抗措置を取るだろうと述べた。 13日にはアフガニスタンのアイソルの拠点に核兵器に次ぐ最大級の破壊力を持つとされる大規模爆風爆弾兵器を初めて実戦投入したことも地下要塞を複数持つ北朝鮮への牽制とされた。2018年9月、ボブ・ウッドワードによってこの攻撃の際にトランプ大統領が彼をぶち殺そう。やろう。 奴らをどんどんぶち殺そうとシリアのバッシャール、アサド大統領の暗殺も支持していたのに対して、当時国防長官だったジェームズ・マティスが、我々はそんなことはやらない。もっと慎重にやると無視したことが暴露され、2020年9月にトランプは、この暴露が事実であったことを認めた。ありがとうございます。